ははいこんにち,はんにちはどうもですよろしくお願いします。よろししくお願いします春めて来てるといいなって、<laughs> まだ2月の私たちは <laughs>、うん、思ったりするんですが、3月10日配信です。最近まだ暑いか寒いかちょっとよくわかんないですよね。うん。うんシキ君の部屋はすごく暖かいの、半袖だし。うちはいつも暖かくします。あいいな。<laughs> ですよね、うちはねエアコンないですよ。え<い>めっちゃ寒いじゃないですか。 めっちゃ寒いし夏はどうしてるんですか夏はね、ここ涼しいのよ、すごく。ここ14階で、えっと、え南、北、なんか南北に抜けるんです、<え>あの玄関からあのベランダまで風が。で、えっと、真夏って太陽が真上を通るんで、ベランダから、ね、直射日光が入らないんです。なるほど、ねうん、だからあの冬は逆に低いとこを通るから日がこう入るのね。 だから、そのお天気が良ければ、冬は昼間暖かいし、で夏は、その窓をああ、嵐とか来なければ、窓を開けておけば、あの風通って、うん、結構快適。でも、今年の冬は寒かった。ですよね、うん。来年はエアコンつけること、来年というか、この夏に向けてだな、ことに決めました。 ボンつけてください本当に、はい、で<の>私はそう、はい、そう原,原発反対だけどもうその s h i k 君みたいにその冬の間もえっと、うん、半袖でそうあの過ごすっていうのが夢だからね、はい、うちあのそうあの、うん、だからいいあの,あの電気東京ガスですようち本当あとあ東京電力じゃなくてガスなんだあそうか東京電ガスから買っている電気ガスから電気買ってるそれにしようかな そう、東京電力はね、結構ね、うーんってところがあって、それもあってなったんだよね。だけど、もう今年の冬は寒くて、もう絶対来年無理って思った。なので、はい。そうそう、今日はじゃあ。はい、今日は、さっき、そう、ちょっと。ナイトメアアリーの話をね、ちょっとあれだったら後でしてもいいですけど。ナイトメア パーリーを見てそれでフリークス、はい、ドット・ブランディングの、えっと、フリークスを思い出してでそう、フリークスは新宿の厚生年金会館の裏にあったモッコス映画アーカイブ、お酢、はい、いう佐藤重信さんという方がやっていたそのモッコスで見たなっていう、きっかけは、ね、あれだった手塚誠君があそこで、はい

あれ、中原さんとかすごいめっちゃ怪しく言ってたんでしょ僕も、うんえー、あの,その、あるのは知ってたんですけども、うん、近いよね、それと、ね、近くからも近いんですよ、なんですけど、うん、あの、なんか怪しそうでちょっと怖いかなと、敷居が高くてちょっと行けなかったんですね、うん、当時は。ものすごく怪しかった。怪しかったよ。だけど。とか、チラとかあったじゃないですか。うん、そう。あの、こう、あの、結構、あの、あれだよね、1か月分くらいの なんか予定がっケネス・ブラナーとかケネサン,ン,、ね、ンガーの、えー、と映画何本だってとかフリークスととにかくそのピンク・フラミンゴはやれば舞になるくらい入る舞、まあ、になるって言って 小さなスペースだから、うん。で、四国の映画なんかもあったし、デパルマンのウォトンズ・ウェイクっていうその映画もそこで短編見たし。何人ぐらい入れるところだったんですかどのぐらいだろうね。ぐらいうん、何人も入れなかったかな。思ってるよりも、多分当時思ってたよりも小さなスペースだったのかもしれないね。 でもとにかくそのピンクフラミンゴとフリックスでやると、うん、いっぱいになってたね、うん、だから後々ピンクフラミンゴが投影ビデオが配給してビデオソフトも出るそれで、えっと、上映もやったんだよねでその時に、えっと、ぼかしがかかってて、はい、であそこ、あのーまあ、いろんなところぼかしかかってるんだけどもその肛、えー、門ダンス ね、パクパクやるこすね。パパククやで、そのディバインたちが、まあ、なんて、なんて、その、下品なっていうか、最低みたいな、あの、素敵っていうシーンがあるじゃないでもあそこをさ、ぼかしかかってるから、全然わかんないんだよね。あれはあのぼかしかかってって、一切わかんないですね。そう。で、何にそう感激してるんだか、悔しがってるんだか、わからない,い。面白い芸を。なんかでも、であの僕、前これ、あの、文字で読んだだけですけど、うん、あの、ニューヨークのミッドナイト、 シネマでピクフラミングやってたときは、壇上に駆け上がって同じ芸をして見せてくれるモーサーがいたっていう話ですけど、それもライブで見られたっていうね、さすがだなとすごいな、パフォーマンスつき。ピンクフラミングとねあのエルトポート、イッサヘッドとロッキーホラーショーは、全部シネマの花形ですから。 全然シラフで見てる人がいない映画って。ホドロフスキーが、えーとうん、エルトポ何の時、えー、と息子と一緒に来日して、うん、それで、えー、とー新宿のホテルに泊まっててそれでそのツタヤに行ってエロビデオをたくさん借りようとしたんだって。 えー、そしたら、その、会員証がないとお客様借りられませんって言われて、うんれえー、じゃあ分かったって言って、パスポート見せて会員証作ったんだって。えー、それでも作るんですね,でね。死ぬほど借りて、返さないで持って帰ったって。入ってい。残ってない。<laughs> <害> <laughs> エロビデオだけだったっていう話だけど、うん、当時聞いた。あの、まあね、フリークスとかそうですね、えー、まあね、その、 そのピンク・フラミングみたいなぼかしの例で言うと、あのうん、ケンラッセルのサ,あのサロメ、あれはあのエンディングでぼかしがかかっちゃうと、うん、全く映画の意味がわからないという、うん、なんか品ですけど、うん、まあ日本で出るやつは、ず、ま、っ、あ、とぼかしがかかってたりとかね、うん、まあそういうものいっぱいありますよね。だって。あるよね。だって、ブギーナイツなんかだってさ、そののなぜ作り物のにぼかしかけないといけないって、うん、やっぱりまずいですかね。 いやだからまずいといかあのいやだか、らそのぼかし云々っていうのは、僕は、うん、あのー、昔から思ってるんですけども、もなんかだかだらそ,の、うん、その国がね、まあ、国がっていうか、うん、まあ国がってことなんでしょうけど、あのー、う,うんだろ僕らのことを大人として認めてないってことだと思ってますけどね。あこんなものを見せてはいけないみたいな感じそ,そう,そうだって誰か自分た、うん、だから我々観客よりも、うん 上位に位置する。高いところで、親みたいな人だから、うん、僕自分が何を見ていいかどうかを決めてくれるわけでしょう。うん、勝手にね。そんなふざけた話ないんですよね。うん、あの大人なんだから。うん。そう、大人なんだから。そうそう、そのなんで大人が見るもみ見,見るものを、うん。何よりその超大人みたいな人が決めるみたいな。そう大人だ確かに。<laughs> そうそう。勝手に超大人が決めてるっていうね。うん。 もう絶対許さないですけどね本当に、ねうん、<laughs> それはだって、だからレーティングがあるんだったら、うん、レーティングがあるんだったら、うん、大人向けのやつは、あのー、全部モザイクとか、あの外すのが筋だと思いますけどね、うん、当たり前ですよそうだよね。あのー、去年さ、あの大島渚監督の「愛の子リーダー」はい、4K だっけあのデジタリマ、デジタルリマスターで。うん あのすごく映像も音も綺麗になってでそのリバイバルしたんだけれどもその時にその子供、えっと、幼い子供が2人走り回る野外であああのシーンにぼかしがかかってんの。世紀の部分。うん、子供だよ <laughs> こんな子供だよ。 今ねねそっちの方でも、うんまあ、まあむししろ厳しいですよ、ね、そうだからこっちに来ちゃったのかってそれで、うん、そのえっ、ー、と男と女のそのシーンについては極力その修正を、うん、あのしない方向で、うん、だけどそのそ本当にそうおおらかなっていうかその子どもたちがなんかその野外野外のなんかそのえっ、ー、と 椅子がたくさん置いてあるちょっとした野外ホールみたいなところで駆け回っているでそこにもぼかしと一緒にぼかしが動くわけじゃんはい、はい、そうですもうなんか気になって仕方がないっていうでもそっかその、えっと、極力その修正その、えっと、オリジナルに近い形で公開をするだけども今度こっちに。 うん、あのかか,かかっちゃうのかかっていうか、配慮しなければいけない時代になっちゃったのかなっていう。あでもそれ言うと、だからあの例の、あのなんだろう、そのあれ、ピリッツァー賞を撮ったんですか、あのベトナム戦争の有名な写真とかどうするのかって思うます、ね、ああの子供がね、走ってくるんですよ、ねですうんそう、だからなんかおかしいな、そうそうでそ,そこにぼかしとかモザイク入れば、目が行っちゃうわけよ余計、うん、逆に気になりますからね、うん、逆に目立たせちゃうっていうことになる。うん だ、ね、からんか非常に難しいっていうかお,おかしなことだなって、うん、思ったでも多分配給会社はもうそのなるべくオリジナルに近い形でその公開したいだけれどもそのやっぱりスレーティングなり何な,なりでその新しくエイリンの審査とかもあるだろうしそうやって。 そうせざるを得なかったのか自習規制なのかわ、まあ、からないけれどもうーんって思うな。ねだからまあそのそれこそねポルノに関して言えば逆にそのインターネットでいくらでも見れちゃう時代なんで、うん、あのー、なんかねそのよくわかんないですけどでもあのー、本当おかしなことだし前世だっていうのはその、うん ななんでそんな権限があるのかよくわかんないですね、僕は。うん、本当だよね。y o s h 君のその、えっと、激怒はその、うん、後々はエイリンの審査を受けてって言うてましね。実はもう未完成の段階で受けてる。もう見せてるんだ。うん、うん。で、えー、R15 のはず。うん、R15。なんか、ここはこうしたほうがいいみたいな指導があ、うん、りました。なかったんですよはい。 そんなにそういうところに別にあの切り込んでるでないんですけどまあでもそのうんそれ何、ね、だっけ RR じゃない PG13 っていうのが、ね、PG13PG13、うん、PG ぐらいでもいいかなって僕は思ってたんですけど、うん、あのやっぱ R だったと思いますね。y o s h i、うんうん、君としてはそのうんと馬人向けにっていうか見せたいっていう。 人向けでも別に全然困んない、うん、だよねでもまあ、うん、そうだから、うん、なんかじゅさ中学生だったら全然見ていいと思うんですけどあれね。なんかまあその審査が誰,にあ誰が審査するかとかなんかそんな,そんなでも結構変わったりとかどう,、ね、うするっていう話も聞いてるし、うん、でもなんか。 おかしいよね。なんかこうデジタルな基準みたいな決められちゃっても困りますけどね、うん、それはそりゃ、うん。そうそう、逆にね。うん、あでもなんかなんだっけ、だからあからよく言われますけど、うん、アメリカ映画でだからなんだっけ、一般してでも、うん、い,い,い一本中一回はファックって言ってるらしくて、うん、それ増えるとダメらしいんですけど、だからそのその使いどころをめちゃくちゃみんな考えるみたいなことは <laughs> こ。ここで、ここで入れるみたいな。 あのファックの句にいく前ファックぐらいでなんかあの芯が切り替わるとか <laughs> あのなんかそれはカウントしない聞こえないそれはカウントされないはずなんで <laughs> なんかいろいろそういうののすり抜け方っていうのは <laughs> まあねみんな考えるんでしょうね気にしないとガンガン入れちゃうとすぐ「R して」とかになっちゃうんで、うん、まあそれはね、うん、あのそこはまたその言葉に関してはあの、うん、西欧はすごくそこはな歴史的にそのカースワードといって そうだよね言葉うんそうだね昔あの、えっと、フルメタルジャケットの死、えっと、者を早朝ね昔のえっとえ撃攻撃じゃないやえっと松竹、えー、なんだっけ あの昔、松竹の本社の下にあったあ<ー>松竹セントラルに朝8時とかさ9時くらい始まるフルメタルジャケットの完成披露試写みたいなお披露目写に行ったらばその宣伝部のあれはなだったんだけど人たちが申し訳ありませんっていう感じで立っていてみんなでで 3MEN&BABY の続編だったかな、はい をあの今日はやることになりましたっていう。で、そのなぜかってが出だ。そう、字幕にそのキューブリックがダメを出したの。こんなお上品な字幕じゃ伝わらんって。で、言うんで急遽やり直しになってっていう、そう。キューブリックね、そう、あの人だから字幕とかできると、もうぺん英語に翻訳し直させて、チェックするんですよね。 それで全然これじゃあその映画の意図が伝わらないっていうんで。うん、であれ原田雅人さんがやったんだっけでその時にそうでも日本のその英、えー、何日本語字幕も結構厳しいんだって、うん、あの 2>,、うん、2, 2, 2段にこう出るそのナ無十五字だっけこう、えー、もうあのかなりそのえっ、ー、とそれこそ何英輪の審査 でその言葉についても非常にその難しいんだけれどもそこはね、なんかキューブリックが一筆書いたんだかなんだかでそのかなりその激しいあの、はい、言葉をあの使ったけれどもそれは OK になったって言ってた<ー>、うん、まあ、まあだからど,どこまで言っても恣意的なものになっちゃうってことでしょうね。うんだよねうん あでもさ、その朝はさ、みんなマイン車に揺られてさ、フルメタルジャケットって言ったらば、そう、赤ちゃんに乾杯の、そうそう、リメイクだった。うん。っていうことがあったな。うん、リメイクベイビーね、ありましたね。そうそうそう。すごいな、その楽さが。 <laughs> だって他になんかあったんじゃないかなって思うんだけどもで,、ね、でもまあかなりの人たちがまあしょうがないなって言いながら気持ちはキューブリックなんだけど赤ちゃん見て帰ったっていう, <laughs> そう,いうことも確かにあったねレーティングはねでもねまあ、うん、あのー、まあそのねでも GG って G か PG かみたいなのは結構あるかもしれないしね、うん、だからその家族連れが入るかどうかとかね、うん、いうことっていうのは興行に結構関係あると思うんですけども、うん、なんか15歳と13歳とかだとそんなに変わる変わらないよねー。っていうのはね、あとまあその気の利いた子供だったらね、そんぐらい突破して入ってくると思うし、うん、別にね、あのそれこそあのバトルロイヤルの時ね、深作監督があの、うん、なんかあの、 何あ,あるあるしてとか言われてもいいから子供がみんな見る子って嘘ついて入ってこいって実際て <laughs> そうやって見てた人いっぱい、ま、見てた子供いっぱいいますからね中学生の話なのに中学生が見れないのおかしいすすごくおかしいよねだってそう、うん、それこそ本当大人が決めてだよね、うん、まあねそうですね、うんうん、で別にまあねなんか そういうのもな、本当はの、一個一個詰めて、すごくだからなんだろう、交渉とかしてやってっていうことをやれば、また違う結果になったってこともあるんだろうし、うんうん、あとなんかね、あのそ,れそれこそ,その前、前もこれ話したと思いますけど、そのサウスパーク作ってるあのトレーパーカーとマットストーンって人とか、まあ、あとミーケ監督がそれやるって聞いたことありますけど、噂話かもしれないですけど、エーリングに絶対に引っかかるところを先に作って入れとくっていう。 人たちも言うももうもう,もうこ,ここはそのこれは絶対通んないっていうやつかそっちに気がいくようにさせてくの <laughs> あの <laughs> 本当にそんなことが可能なのかわかんないですでもあるかもよそれ本当にで,でしかもそこで割とごねるんですってこれを聞いたくないですけど、うん、みたいなそこでのやり取りをやってそこに集中させておけば、うん、あとはぼんやりしちゃうからぼんやりしちゃうから通る <laughs> 血の<は> まあその前ミキー監督はそれやったかどうかは僕はそれは世のかじゃないですけどチームアメリカっていうのがの時にその人形同士のセックスシーンのところに、うん、ノーカット版だとスカトルとかいろいろ入ってくるんですよ。で,あのでそれをいなんか山盛りにしといてそこに集中させて、うん、<laughs> あのなんか突破したっていう話を聞きましたね。やっぱそこもなんか化かし合いがあったりしてし。 白いな、なんかそれで一本映画できちゃうそんな感じだよね。確かに、そういう、うん、あ、そう、そういうことをネタにしてね。ね。うん、うん。あ、そういうバックグラウンドのものもなんかあってもいいかもしれない。うん、それ、それにどういうレーティングがつくる、逆に見たいですよね。ね。<laughs> それに、そう、そう、誰がレーティングつけるのかっていうね。そうだよね。うん。確かに、そのレーティングをめぐるあれこれを。うん。 題材にした映画っていうのは見たことないですよね。ないよね。そのファックが何個みたいな、そういうのはあったけどさ、そう、ないよね。はい、気がする。これは知りたいし、見たいよ。意外とね。フィクションでもいいから見たいですよね。うん、うん、うん。見た目。それ、ちょっと、え、いいかもしれないな、なんか。どうですか、吉木君。作ってみましょうかね。うん。わかんないですけど、次は。面白くなるかなうん、面白いと思う、すごく。うん。 そう知りたいことだよねだからそう誰も作ろうとしないけど、うん、知そういうのはだから、なんかでも、それこそ,だからその、明治時代とかのね、海外の,その彫刻とか絵画が入ってきたときに、うん、裸は消しからんっつって布で覆ったり隠したりってうことがあった,あったでしょ、うんで。そういうことを多分描いた作品とかはどっかにあ,ありそうな気がするす、ねうん、あると思うんですけど。うん ま、うん、まあああのーまあ、それそれと別にやってること変わらないわけですからね。うん、そうだよね。見せないようにとか、そうこうこれはけしからんとか、ね、同じ発想だもんね。そう,だ、ね、そうですよね。うん、でももっと何でも見せてくれる時代になってくれること。うん、ね見せてくれるあの普通にだから、そのな,なんですかね、その作品に手入れる権利がどっから生じるのかってことも含めてね、うん、ちょっとしますけどね。うんうん 痛いね本当に。絶対面白いと思うな。うん。検討します。検討してください。ぜひぜひぜひ。うん。どんな感じでしょうか。ねこんな感じでしょうかね。じゃ今日は。えっと、じゃ次の作品決まりましたね、よ吉木君。次の作品、次、いや、まだ決まらないですね。まあ次の次くらいで、ちょっとこの辺に。なんか考えてくうん。ありがとうごままた来週。はい。